はい、どうも、どうも皆様こんばんは。ハリウッド俳優のシャギーでございます。本日はですね、辻田というわけでね、今日はウエスト LA の辻田に来ております。ここはね、本当につけ麺が美味しいというラーメン屋、あとまあね、博多ラーメンを、出してくるというね、お店なんですよ。ここはね、前に紹介した僕が一番好きな辻田アネックスというお店の本店でございますね。でここは二郎系ではないですということですね。もうすでに注文済みでございますので、これからピックアップしていきたいと思います。それではね、今日はちょっとちょっとやらせてやらせて、よし、辻田本店いっ。創業103年ピックアップしていきましょう。 Hello. Do you want to take a large and a regular ramen? Thank you. That's fine. ピックアップ終了いたしました。よいしょ。それではピックアップ終了いたしました。今回はね、本店なんだけど、2杯しかラーメン頼んでないんだけど、29ドルに来ましたから、まあ、値段でいくとちょっと高めだよね。まあ、とにかくじゃあこちらちょっと家に帰って食べていきたいと思います。いや、はい、パッキングがねちょっとね甘くて入れ替えました。怖いでしょ、持ち帰りでねスープ漏れるとか怖いんで、ちょっと甘かったぞ。はい、じゃあそうしましたらね、取り出していきましょう。で今回ね、まあ、辻田の、本店の代表的なメニューであるつけ麺、あと博多ラーメンを、まあ、2つ続けて食べてますんで、ちょっと今回は辻田の博多ラーメン。お、博多ラーメンいいね、これこれいいね、博多ラーメンと、こちらがつけ麺ね。お、つけ麺なんか豪勢な感じでパッキングしてますね、すごいね。これで、なんか説明書がついてる、こう食べてくださいってやつです。ああ、なるほどね、インストラクションがありがたいですね、これ。あ、スープコンテナイズマイクロス、マイクロウェーブセーフって書いてある。 Warm the soup in the microwave until hot. Add ingredient. なるほどね、 Mix enough water with the noodle until they separate. はぁ、スープふわり。ほうほうほう、なるほどね。あの、電子レンジで温めてくださいっていうインストラクションが今回初ですね、わざわざありましたんで、そういうものだったのかということで、とりあえずマイクロウェーブ電子レンジで温めていきたいと思います。少々お待ちを。はい、電子レンジでスープの方を温めて、十分な温かさにこれなってると思います。ドーン、こちらが博多ラーメンの中身になります。いやー、これね同じですね、ね、今までの博多ラーメンと中身自体は同じ。じゃあこれにスープを、温めたスープを投入。おー、これは温めたから違う。コンテナが、そのなんていうの、入っている容器がね、あの電子レンジに対応してるかどうかとか、いろんな不安がありますよね。めんどくさいし、なかなかやらない。ただインストラクションって書いてあればね、やりますよね、そりゃね。そういう紙をね、入れてるっていうところ、ちょっと一つ違いますね。だいぶ違いますね。そしてこちらが、よっこいしょ。おー、あ、ラージにしたんだ。ドロン。こちらが、つけ麺でござる。はい。こちらが、つけ麺の、これね、ほぐし水ね。これもインストラクションに書いてありますね。これでほぐしていきたいと思います。いやー、これ美味しそうだな。でも全部ネギとかも丁寧に分けられてて、これね、ラージですね。つけ麺のラージなんで、すごい結構量が多めになってます。そしてこれが、博多ラーメン。めちゃめちゃ美味しそうですね。あ、しかも麺がほぐれやすいね。すごいほぐれやすくなってる。美味しそうです。いやー、これはめちゃめちゃ美味しそうですね。じゃあ、早速、食べていきましょう。ラーメンの方からね、スープチャーシューからいただきます。めっちゃうまい。キクラゲとかもね、これキクラゲの質がいい。これ見てわかる、キクラゲの質。スープ温めたし、もっと温めてよかったもん。でもね、まあ、こんなもんかな。うまい、
めちゃめちゃ美味しいです。そしてじゃあね、このねつけ麺の方、ほぐし水ね、これでささっとほぐし水をかけまして、美味しい美味しいよね、このね博多ラーメンね。なんでこんな美味しいの博多ラーメンで、なんでこんな味が違うのかね。違うのすごい美味しい、ほぐしていきますね。これほぐせるほぐせる水、いやこのインストラクションも丁寧だしね、他のとこはこんぐらい自分でやれってことなのかな。スープコンテナは大丈夫ですよとか、電子レンジで大丈夫ですよとか書いてくれてないもんね。入れていきます。じゃあつけ麺の方の、美味しいよねこの博多ラーメン、何こんなにうまい、しかも匂いが違うよね、本格的な匂いがしない。なんかこのシナチクもなんかすげえ炒めてあるシナチクがいてね、このすだちでね味が変わりますよっていうインストラクションが普通にあるんだよね。よし混ぜて、ほぐしたんだけどやっぱりね、よっ OK、 じゃあつけ麺いただきます。これ美味しそうだな、このつけ麺は本物だ、めちゃうまい、やっぱり熱じた本店、ちょっと味が違うよね、これだこれだって感じですね。ちょっとレベル違うね、博多ラーメンも味なんかちょっと違うよね、うまい、本物の博多ラーメンっぽくてスープが臭いんですよ、獣臭いんだよね、この獣臭さは好みの分かれるところだとは思いますけれども、日本のね本格的な博多ラーメンとかちょっと知ってる身分としてはやっぱりちょっとこれ違うなと、もう LA に来たら辻田じゃないかと言えてしまうぐらいちょっとね、ちょっと違いますねこれは、もう LA に行ったら辻田なんじゃないですかと、そういう味だよね。博多ラーメンの方もなんか違うよね、やっぱスープ温めただけじゃないものがありますよ、温めてよかったけどスープ、ご飯とも温めたらよくなるのかな、うまい、めちゃめちゃうまいよね。量にしても1ドルでラージになったんですけど、1ドルで食べきれますかっていうぐらい入ってますよこれ。じゃあすだちの味変しちゃっていいですか。はい、まあすだちの味変入りました、じゃあ味変いきます。すだちにね汁の量が少ないためにそれほどの味変が落ちていませんね。これはやっぱ店で食べた方が、はい、さっぱりしてる、味変ね、ただね店で食べた時のすごい衝撃的な味変だった、うまい。いつもあれだね、お店で行くときは、なんか丼頼んでて、ね、丼、あ、そうだね、丼物も頼んだね。いや、つうか味が抜群だよね、今まで食べたもんね、ラーメンの中でちょっと抜群と言って差し支えないんじゃないですか。美味しいよ、うん、どう、美味しい、つけ麺の量多かったんで、このね博多ラーメンのスープでこの麺を食べてみたいな、すだちかけなきゃうまかったもんね。ここの店すごい行ってたよね。行ったね、通ったよね。ね、月1回は。いや、美味しかったよ。今回はラーメンとつけ麺しか頼んでませんけど、値段がね、ちょっと高かったもんね。30ドル近く行ったんですけど、まあ、それでもちょっとこの味なら、まあ、いいかなっていう思える味ですね。まあ、抜群。美味しい。5.0 です。文句なしの 5.0 で。いや、これはうまい。キング。辻田味が違うわ、いや参った、辻田には参った、特にこういうインストラクションを入れてくれるのはすごいありがたいですね。温めていいんだっていうのと、あの容器がね、あの電子レンジ対応なんだっていうのもね、すごい安心できるしありがたいですね、すごいいい。 5.0 文句なし。ロサンゼルスのラーメンではまあシャギ、勝手なシャギおすすめですけど、はいはい、お尻だ、お尻で、ロサンゼルスのラーメンではまあ、辻田アネックスか辻田、これで間違いないんじゃないでしょうか。まあそんなわけでハリウッド俳優のシャギでした。バイバイ。